ということで見上げてごらん夜の星を。いいですね。ね、あと何がありますかね。リベルタン、いいですね。まあやっぱり演奏も楽しいですよね。うん、まあこの頃は僕はね、まあ、演奏というよりはね、やっぱり楽器を制作してですね、まあ、喜んでいただけるような、まあ、ステージをね、作っていきたいなと思うんですけども、あれかな。はい、これがね、今年のね、カンターレの行事なんですけどね、4月が福岡から始まって、6月の埼玉公演、そしてね、7月ですね、この間ですね、筑波公演が終わりまして、次があるのがね、9月の7日、9月7日、カンターレ U の、まあ、サマーコンサートというかね、まあ、9月はね、まあ、納涼的なね、コンサートにぜひ来ていただきたい、まあ、観覧無料になってますんでね、そこからね、10月、まあ、秋に入りまして、こちら広島県のね、第2回、カンターレオカリナ広島公演が、10月12日にありますね。あとはね、こちらチケット制のね、11月25日、新日本カンターレオカリナ四重奏団、これ墨田トリフォニーホールでありますんでね、これもね、すごくね、企画盛りだくさんでね、まあ面白いことありますんで、ぜひぜひ、お越しください。あとはね、1,2,3 ね、12月、まあなんか恒例になりつつね、クリスマス公演、これがこれからね、ちょっと少しこう集いのシステムを変えようかっていうのがこれになってます。まああとはね、まあ、僕のブログ見てる人はね、結構メッセージたまにね、この子くれるようになってありがとうございました。まあ、神戸公演とかね、あとなんだっけ、名古屋公演かね、いつですかって言うんですけど、まだね、いつっていうのはちょっとまだ分かんないんですけど、まあ、神戸の方は、まあ、2020ということでね、やることはまあ決まってますんで、まあ、なかなかね、まあ、関西ですよね、神戸っていうのね、でも広島からするとこう、まあ、近いんでね、まあ、行きやすいかなっていうのでね、まあ、ちょこっとやると思ってますね。
まあ、そういうね、その、まあ、いい楽器も、もちろんなんですけど、まあ面白いコンサートとかね、うん、こういうのあるのかっていうのをね、まあいろいろこう考えたりしておりますね、うん、まあでも中にはね、僕のファンも、演奏の方のね、演奏の方のファンもいましてね、近年カンターレをねお買い求めいただける人は、僕はね、吹けないとは言わないですけどね、あんま吹かないっていうイメージがあるんですけど、まあ結構ね20代の頃は吹いてたんでね、うん、まあいろいろやるんですね、うん、歌謡曲とかね、まあ、演歌、まあ、演歌と言っていいのかなとかね、結構吹いてる人いるんでね、まあいろいろ、まあジャンルね、楽しくやってもらえばいいなと思うんですけども、まあいろいろ僕のね、ブログ見てる人で、この間のね、全体の曲が、なんだっけ、心をそよ風に乗せてっていうやつで、でこの間作った、まあ、つくしっていう曲で、なんかちょっとね、幸田さんらしくないですねっていう、うん、まあ、だいぶそれは僕の曲を好きな人が割とね、どっちかっていうとこう明るめに作ったんですよ、あの曲とかね、つくしなんかをね、うん、どうしよう、つくしを 3F で吹くとこんな感じかな、っていう曲なんでね、まあ、これもね、なんか後で、まあ、この間ね、なんだっけな、月光をPDF でくださいっていうお客さんいたんでね、まあ、これも後で、PDF で、まあ、皆さんに吹いていただければなと思ってます、うん、そうですね、高音がね、結構サビで連発するんで、で編曲者の KKJ さんって書いてあったんですけど、力斗先生以外でもやるんですかっていう話なんですけど今ですね、僕が付き合ってる人、まあ、5人ぐらい実はいるんですよ。ただやっぱり、リクト先生のアレンジが一番僕が好きなんで、リクト先生にお願いしてるのがほとんどなんですけど、まあ、このつくしなんかはね、まあ、違うアレンジ、まあ、この人も結構僕好きなアレンジ書いてくれる人なんでね、まあまあ、今後 KKJ さんにはまたアレンジしてみよう、してもらおうかなと思ったんですけど、まだね、何分日が浅いんでね、こういう間違いしちゃうんですよ。見えますかね、ちょっとこれつくしなんですよ。はい、これよーく見るとこれ平本幸太のね、幸の字がね
考えるになってる。まあね、陸斗先生ではありえないですけどね。僕の子はね、親孝行の子なんで、これじゃないんですけど、まあいつかね、これアップしたいと思ってますね。で、今日使った楽器はみんな割と空付けが多かったかな。うん。まあ僕のこれは楽器なんですけど、よいしょ。まあこんな感じでね。1C が桜で、2G も桜かな。で、3F が風のカンターレブルー。そして 4C がこれはまあ割と高めの30万ぐらいのかな。まあ今はもうこれは販売してないんですけどね、まあぜひぜひ来てみてくださいっていうか、いろいろ吹いてみてください。オカリナの平本でした。